演舞開演。どうも皆さん、今年の3月に展覧会に行った動画をアップロードしたのを覚えていらっしゃるでしょうか。まだ見ていない方はこちらから。で、その展覧会を主催した企業さんからまた新たな品物を届けてくださいましたので、本日はそれをご紹介したいと思います。本日届けてくださったのはこちらの3種類のカードです。どうやらメッセージカードらしいですね。一つ一つ開けていきます。まずこちら、かわいい赤ちゃんが描かれていますね。おそらく赤ちゃん誕生日、あるいは出産おめでとうというようなタグになるでしょう。この封筒に入れて送るわけですね。続きましては、ハート。今は6月です。ご結婚おめでとうございますという意味でしょうか。ちょっと分かりにくいですが、多分そうでしょうね。こちらも、そして最後は、なんか他とは違うな。こうやって内側に振るの、あ、これ写真立てですね。写真を入れてこの中に入れて送れる。こんな風に飾ることもできる。あ、ちょっとサイズが合わないな。でもいいですね、こういうの飾るもよし、送るもよし。さらにこのような冊子や大切の漫画、そしてメッセージカードも送っていただきました。しかも嬉しいことに、こちら見てください。前回はと書いてくれています。自分のこと覚えていてくれたんですね。嬉しいですこの思いに応えるためにも素晴らしいものにしなくては。この活動を広めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてこの協会を応援していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。